はい、こんにちは、ポカムです。今回はペンテルのグラフセン4プロ 0.7 を紹介したいと思います。はい、ということでこちら 0.7 に限らず特徴などは話していきます。ホームページに載っているんですが、ペンテルは 0.5mm ノック式のシャーペンを世界で初めて作ったメーカーです。ということで、そんなペンテルの人気シャーペン、グラフセン4プロを紹介したいと思います。はい、ということでこちら製図用のシャーペンになっているんですが、他社の製図用シャーペンと明確に差別化できる製図シャーペンの決定版を作ろうという企画でグラフセンが誕生したみたいです。ただ私は製図ではなく一般筆記1を書くときに使っています。なので製図のためのいろいろな特徴があるんですが、その中でまず私が使っていていいなと思う点を話していきます。まず一番いいなと思う点がこちらのグリップです。見た感じも結構特徴的になっていると思うんですが、このポツポツポツとなっているところがラバーになっていて、その他が金属でできています。このようになっている理由なんですが、製図用ということでこう全部ラバーになってしまうと沈んで正確な線とかが描けないようになってしまうので、そういうことがないようにこんな感じでラバーと金属を織り交ぜてこんな風に作られているので、こちら普通に文字とかを書くときにも本当に滑らず安定して書けるようになっているので、好きなグリップになっています。そして先金も結構特徴的なものになっています。こんな感じでステップヘッドという階段状になっているものはこう書くときに視野が広くなって、こうより書いているところが見やすくなっています。そしてもう一つの特徴が低重心です。こちらは全体的に軽いシャーペンになっているんですが、ここら辺で、重さの境目があって、下が重くなっていて違和感なく軽い力で書けるようになっています。そしてあとはちょっとしたことなんですが、ノック感もいい感じです。あとはたくさんの神経が揃っている点もいい点だなと思います。 0.3、0.4、0.5、0.7、0.9 があります。そしてこちら 0.7 の場合は青になってるんですが、その他はこんな感じになっています。すぐに見分けがついていいなと思います。ということで私が使っていていいと思うところはこんな感じになっています。次はその他にも特徴があるので、その特徴を話していきたいと思います。まずマットブラックの先金です。これもいいですが、大体はこうピカピカとしたものになっているんですよね。なんですけどこちら落ち着いたブラックになっているので集中して描けるようになっています。ちなみにちょっと使うとこちら 0.5 になっているんですけど、こんな感じで剥がれるんですよね。剥がれて真鍮が見えるのもこういう使っていく楽しみになってくるんじゃないかなと思います。そしてもう一つの特徴が常に一定の芯を出せることです。こんな感じで先金を外してもノックできるようになっています。こちらは普通のシャーペンではできないんですよね。これでいい点が、もしこんな感じで緩んだとしても常に一定に芯を出すことができるようになってます。そして製図用ということでコード表示がついています。 BHBH2H があります。そしてもう一ついいなと思う点が、存在感が消えるということです。私は太軸が好きなので細軸ということでちょっと違和感はあるんですけど、ホームページやとある本に載っていたんですが、存在感が消えてしまうほど自然な使い心地があるや手にしていることを忘れさせてくれるペンみたいです。ということはグリップが持ちやすかったり低重心で書きやすかったりと違和感がなく書けてるってことだと思います。本当に書きやすいっていうことを表しているんじゃないかなと思います。そして鉛筆のような細さっていうことも理由なんじゃないかなと思います。0.7 の太さはこんな感じになっています。私は 0.5 持ってるので 0.5 でも書いてみたいと思います。このぐらいの違いがあります。ちょっとの差ではありますが、やっぱり太さは違いますね。ただそんなには変わらないということで、こちら 0.7 のいい点は 0.5 とかよりより滑らかに書ける点だと思います。結構書いてて違いが分かります。
まあ、それによってやっぱり 0.5 以上は速記に向いてると思いますね。速記、まあ、アイディアを書くときとかメモするときとか、まあ、その他もろもろこう早く何か書くときに 0.7 だとこう滑らかに書けるのでいいんじゃないかなと思います。で、あと太いということで折れにくくなっているので本当に速記に向いてるんじゃないかなと思います。早く書くとこう芯が折れやすい感じがあるんじゃないかなと思うんですけど、そういう心配もないですね。で、私が好きなシャーペンの特徴、ガイドパイプが長いっていうことがあるんですけど、ガイドパイプが長いとこう軽い力でスラスラと書ける感じがあるんですけど、より速記に向いたシャーペンになってるんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。こちら製図用にはなってるんですけど、私は一般筆記用として速記用に向いてるシャーペンなんじゃないかなと思います。こちらおすすめな1本になっています。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では